WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、新型コロナウイルスの感染者が世界全体で20万人を超えたことを明らかにし、強い危機感を示しました。 More than 200,000 cases of COVID-19 have been reported to WHO and more than 8,000 people have lost their lives。テドロス事務局長は18日このように述べ、感染の拡大に強い危機感を示すとともに、自分は感染しないと思わずに備えてと述べ、対策を強化するよう訴えました。FNN の集計で全世界の感染者は20万6千人余りで、死者はおよそ8800人に上っています。こうした中、イタリアでは18日、死者の数が前の日から475人増えて2978人に達し、これまでの感染者の数もおよそ3万6000人と中国本土の数に迫る深刻な状況になっています。一方、中国の保健当局は状況が最も深刻な湖北省武漢市で昨日新たな感染者が確認されなかったと発表しました。流行が始まって以来、新たな感染者がゼロになるのは初めてです。その一方で、昨日中国全土で新たに34人の感染が確認されましたが、すべてヨーロッパなどから逆流入したケースでした。